ようございます。キュートハウスです。ルーちゃん朝から元気だね。はい、今日は2022年3月の2日ですね。ルーちゃん賑やかだねってシナモンちゃんも、どうだっけ、もう1ヶ月過ぎてね、2日なので、2番ちゃんも1ヶ月です戦わない戦わない、もうよいしょ。2番ちゃんも大きくなってきてます。今朝ごはんを食べて、今何時かな、8時半です。ルーちゃんは今日は 57g でした。あの朝ごはんの後ね、本当は朝ごはんの前に測る方がいいんですけど、まああんまり測らないです。シナモンちゃんも元気ですよ。シナモンちゃんはお迎えが決まっています。これがね、ちょっとね、番線がね、太いのでね、ルーちゃん顔が出てきちゃうので、私が見てないときは、こっちのね、ハートフルキャリーに入れることにしました。中にね、餌とか、いろいろ入れて、ちょっと休憩したいときとか、見てられないときにね、はい、全員元気です。よかった、もう毎日思うね、元気ってありがたいです。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーちゃんルーちゃんは相変わらずコロンが大好きですよ、ね、ルーちゃんルーちゃん、ルーちゃん元気です。もう早くね、楽しみにしてくださってると思うから、早く元気なルータンを見せてあげたいな。あもうたくさん飛び出るようになってるんですけど、私の近くにいたくってあんまり飛び回ったりしないですね。一番手前が1番ちゃんで、カドッチョにいるのが2番ちゃんですね。何もしてないじゃん、ルーちゃん。あ、うんち食べないでね。ほら、ルーちゃんちっちゃい子いるよ。まあ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 、ルーちゃんたら。おしっぽしないの。シナモンちゃんの横にいるのが5番ちゃんです。あとは？この子3番ちゃんかな？ん？違うか。小桜さんか。そっか。あ、ルーちゃんお食事にしたの？やんちゃくちゃやね。元気元気。元気いっぱいです。ほんとした？どうしたどうした？ああ転がっちゃった。はい、今日も一日、無事に終わるように頑張って気をつけていきたいと思います。よろしくお願いします。